今年7月の新潟市東区。防犯カメラが捉えたのは、人がしがみついたまま走る車です。ボンネットの上に乗って車を引き止めている。車にしがみつき命がけで通報したのは男子大学生。事件の発端は物損事故でした。ぶつけた人が車に乗った後にわーっと発進しそうになって、それを止めようとこうガガガガッと手で押さえてたんですけど、最初もうやむを得なくこうガッと乗っちゃったみたいな感じで。車を運転していた男性は暴行の罪で起訴され、懲役10ヶ月執行猶予3年の有罪判決を言い渡されました。今年9月に衝撃が走ったのは、ここでもそういうことが起きてしまうんだっていうのがちょっと、そうですね、驚きはありましたね。長岡市の商業施設で当時18歳の男子高校生が店員や客合わせて3人を包丁で切りつける事件が発生しました。人を殺そうと思った、言い訳はありません。新潟地検は鑑定留置を請求し、男子高校生の刑事責任能力の有無などを詳しく調べています。行政への信頼も揺らぎました。午後11時を過ぎたところです。およそ4時間半の家宅捜索を終えて、捜査員たちが今段ボールを手に外へ出てきました。新発田市で区画整理の工事をめぐる官製談合事件が発生。県新発田地域振興局の当時農村整備部長鶴巻博文被告と、建設会社岩村組顧問の本田勉被告が公契約関係競売入札妨害などの罪で起訴され、2人はその後胎内市の工事をめぐっても公正な入札を妨害したとして起訴されました。本当に遺憾に思います。必要な対策、どんなものが考えられるのかは、検討していきたいと思います。公務員が逮捕される事件は、犯罪を取り締まるはずの警察でも。午後1時20分です。梅川容疑者を乗せたとみられる車が今新潟地検へと入ってきました。不同意性交等の罪などで起訴されたのは、当時組織犯罪対策課で次長を務めていた梅川実被告。新潟市内で酒に酔った同僚の女性に対し、同意を得ずに猥褻な行為をした後、みだらな行為を行い、その様子の一部を撮影した罪に問われています。相次いだのは事件だけではありません。6月には長岡市でマンホールに入って作業をしていた男性作業員2人が死亡する作業事故が発生。その9日後には糸魚川市にある電化遠見工場で発生した爆発事故により3人が死傷しました。さらに、これだけ大きな事故が起きましたので、今後は安全対策をしっかりと、やっていくということを強く感じております。三条市の大谷ダムでは、県が発注した工事の作業中に伊庭武さんが排水溝に吸い込まれ行方不明に。3日後に見つかるも死亡が確認されました。柏崎市の万人海水浴場に来ています。消防本部による訓練が行われていたのは、テトラポットとテトラポットの間にあるあの一帯で、波はそこまで荒れているような印象はありません。また今年10月には柏崎消防署の消防士入沢武弘さん26歳が水難救助訓練中に溺れ死亡する事故も発生しました。痛ましい事故を防ぐため、再発防止策が求められます。一方、全国的に注目された事件も。深くお詫び申し上げます。今年1月、柏崎市の沖合で新潟海上保安部所属の巡視船えちごが座礁。座礁してからおよそ43時間、
ようやく巡視船が動き出しました。第9管区海上保安本部は当時の航海長が水深などの基本的な確認を怠ったことなどを事故の原因に挙げています。今年6月には殺人事件と判明したことから132名体制の捜査本部を設置した。上越市で自営業の中村礼二さんが殺害される強盗殺人事件が発生。現場付近の小学校や中学校が臨時休校となるなど周囲を震撼させました。そして事件発生からおよそ1ヶ月、小倉容疑者を乗せた車が今新潟地方検察庁に入ってきました。警察は中村さんと知人関係にあった小倉和夫被告を逮捕起訴。なぜ小倉被告は中村さんを殺害したのか。現在裁判に向けた手続きが進められています。世間を震撼させた事件や悲惨な事故も相次いだ2023年、悲しむ人を減らすためにも教訓・課題を生かすことが重要です。